どうもこんにちは、関谷かなえです。昨日は無事にアルバムを出すことができました。そして早速ね、聴いてくださったという方、本当に本当にありがとうございます。昨日出した YouTube の方にもいいねいただいたり、コメントいただいたりして、すごい嬉しかったです。本当にギリギリまでね、時間かかってしまったんですけど、なんとか形にすることができて、良かったなと思っております。このアルバムを作ってる1ヶ月半ぐらいかな、あったと思うんですけど、とにかくできないことが多すぎて絶望する日々でした。まあでもそれはある意味、一方で学ぶべきポイントが明確になるっていう機会にもなりました。なのでそういう意味でもチャレンジしてよかったなと思っております。で、このアルバム作りを通していろいろ気づいたことがあるんですけど、今日はその中でも3つちょっと話したいなと思っております。で、まず1つ目はですね、スケジューリングについてです。今振り返ると、やっぱりそもそもアルバムを作るっていうのはちょっと今の私にはまだ無謀だったなと思っていて、結論、やっぱシングルというか1曲ずつ作っていくっていうやり方の方が良かったんじゃないかなと今は思っています。まず曲をね、一人で最後まで仕上げるっていう経験が少ない分ですね、曲をその作っていくその工数を把握できてない状態なわけですよ。例えば歌詞作って、メロディー作って、コード作って、でアレンジして、レコーディングして、ミックスしてっていう、それぞれの作業がどれくらいこう大変で、どれくらい時間かかるかっていうのを具体的に把握できてないと、やっぱりスケジュールを立ててみたところで見積もりが甘いので、結局そのスケジュールもおかしくなっていくわけですよね。今回も最初にスケジュールを立てたじゃないですか。だけど最悪なことに、こう余裕を持たせてスケジューリング立てたっていう勘違いをしてた分、途中で何回かね、こう中だるみをしちゃってるわけですよ。余裕があるって思っちゃってる分、それもあって後半かなり時間的に苦労したので、だったら逆にね、もっとね、もはやこうタイトなスケジュールでやった方が良かったんじゃないかって思うぐらいだったわけですよ。なのでとにかくまずは1曲ずつ作るっていう経験を増やしていって、でその作業の工数をですね、把握できるようになってからアルバムみたいなものは作るべきかなと思いました。2つ目はアコギと歌のレコーディングが想像してたよりハードルが高かったっていうところですね。今回新しくマイクを買って、アコースティックギターとボーカルを録音するっていうのをやってみたんですけど、まずそもそもね、どうやったら最適な音が取れるかっていうところの知識が全くなかったんで、もうちょっとね、あらかじめ勉強してから挑むべきだったかなと思いました。本当はですね、今回のアルバム、アコギをもうちょっとこう前面に出した感じにしたかったんですよ。目指してる感じがジャック・ジョンソンとか、そういう話をしたと思うんですけど、歌の次にアコギがメインぐらいな感じにしたかったんですけど、まあうまく取れなかったんで、かなりアコギの音は小さくすることになってしまったので、そこもちょっと想定と変わってしまったっていうのもあったりして、結構苦労したところなんですけど、あと家で録音するっていう行為が思ったよりもこうストレスフルで、家でそんな大きな音出せないっていうことで、なるべくこう録音する時間もギュッと短くしてすぐ終わらせる必要があったんですよ。で、それもね、結構そういう意味でもプレッシャーもあって、余計こううまく取れないというかね、本当はいろいろこう試行錯誤していい音のポイントを見つけてみたいなこともしたかったんですけど、その余裕もなくっていう感じでしたね。なのでこれからは、まあ、だから家での録音ちょっと諦めて、アコギとか歌はスタジオで撮るようにするか、もしくはこう家にね、防音室を作ってみるとかね、もしくは一曲ずつ作るっていう風にやっていくなら、まあその分録音する時間も短いんでいけるかもしれないですけど、まあ、何かしらこう変えなくちゃいけないなと学びました。で、3つ目はアレンジについてですね。アレンジってのはボーカルとかアコースティックギター以外の部分のこのパートを作っていくっていうところですけど、今回そこが一番手こずったなと思ってて、スケジュールが押してて時間が少なくなってしまったっていうのもあるんですけど、もうこれも圧倒的にこう経験不足感を自分でよく感じて、かなり難航しました。もともと5曲全部で5曲作ろうと思ってたのが4曲になってしまったのも、ボツになった1曲のアレンジがうまくいかなくて、でその曲を何とかしようとしたら多分他の4曲も仕上がんないなっていうことで、結局それはボツになったんですけど、その一番の問題点は、その多分それぞれの曲にこう参考曲みたいなの設定してて、こういう曲みたいなアレンジで、こういう曲みたいなミックスにしようみたいな、その自分が作る曲とのこの参考曲との距離感がちょっと遠かったなっていうのがあって、それで方針がこうよくわからないことになってしまったっていうのがあったんで、そのレファレンスの曲、参考する曲を選ぶっていう行為も結構重要だなと今回分かりましたね。ということでね、3つお話ししたんですけれども、他にもね、いろいろ壁があったわけですよ。例えばミックスだったりとか、ドラムの作り方とかね、あとはボーカルのプロセッシングっていうんですか、そのいろいろいじるみたいな、音を良くしていくみたいなこととかも、難しくて、
やってみたけどできなかったり、難航したりみたいなことがたくさんありました。まあでもですね、やっぱりこう自分で締め切り作って動画で話してってやったことで、やらざるを得ないんで、最後までね、そういった意味では本当にやってよかったなと思ってます。本当にね、この動画でこう話してなかったら多分ね、かなりの確率で挫折してたんじゃないかなと思います。それくらいこう、いろんな壁が立ちはだかってきたんで、それはこう締め切り設けてよかったなと思っております。とはいえ、まだまだ本当に勉強不足なところがたくさんあるんで、それはこれから少しずつ学んでいきたいなと思っております。で、その学んでいったこととかはですね、こうやって動画でまた話していきたいなと思っております。ということで、今日はこの辺で、また明日お会いしましょう。See you tomorrow. いつの間にか混じり合って、同じことを考えている。いつの間にか溶け合って同じことで笑っている Fonz 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 二人の Fonz